オッターバ・オタバサローニ、ここからは「レディオ・ブラーボ」です。フリーマガジンクラシック音楽情報雑誌「ブラーボ」とのコラボレーションにより、最新のコンサート情報をお届けしていくプログラムですさあ今日のレディオブラーボなんです。 けれども私も毎年毎年実はとても楽しみにしております5月のですねとても大きなイベントが東京オペラシティコンサートホールで、えー、行われるんですけれどもそれが「えー、コンポージアム」というですねシリーズなんですねこれはどういうものかと言いますと世界的に見て今一番注目される作曲家 あにですね焦点を当てて、えー、そして特集を組むとそしてその作曲家自身が来日をして、えー、その作曲,者作曲家のですね曲目を演奏したり、えー、そしてもう一つはですね竹光徹作曲賞のですね、まあ、本選演奏会というのが行われるんですけれどもこの竹光徹作曲賞のですね選考をですね、えー、このーテーマ作曲家の人が行うという形で、えー、自分自身の作品を作曲家が紹介し するだけではなくて未来のために若い作曲家を紹介するというのがですねこの一つのこのコンポージアムのですねコンポージアムという言葉はコンポーザーつまり作曲家作曲家をテーマにしつつもですね、えー、ジアムっていう風に付いてるっていうことはその作曲家についていろいろ考えたり話し合ったり、えー そういうふうなですね幅広い機会を作るっていうふうに考えればいいんでしょうかねシンポジウムとかそういうあのニュアンスもちょっと私は感じたりするんですけれどもこのコンポジアム過去にはですね本当に世界最高の作曲家たちがですね来日しそして素晴らしいですねパフォーマンスを繰り広げたりあるいはあのー、次のですね 世代の作曲家を紹介するこの滝道徹作曲賞についてですね、えーまあ、先行したりというふうなことをですね、やるわけです。で、過去にはですね、例えば、まあ、20世紀の大作曲家と言っていいと思いますけれども、あのリエティなんかもですね、このコンポジアムの中にですね、えー、参加したこともある、テーマ作曲家だったこともある、まあ、それぐらい、まあ、今何が起きているか、クラシック音楽の世界でっていうことを考えたときに、 演奏だけ見ていていはダメでですねやっぱり作曲家の世界で何が起きているかっていうことをですねやっぱり少しでもチェックするっていうことがやっぱりクラシック音楽ファンとしてですね実はもっと深く楽しむ上でのですねやっぱり大事なポイントだとそういった意味で東京プラシティがやっているですねこのコンポージアムというシリーズはもう本当に注目なんですけれどもさあ前置きが長くなりました今年のですねコンポージアム2018テーマ作曲家は ウンンスクチとこの人はですね、えーまあ、韓国のです、ね、出身の作曲家なんですけれども、女性の作曲家です。そして先ほど私はちらりと触れましたけれども、リゲティも本当に、えーまあ、20世紀を代表するう、まあ、作曲家あの一人ですけれども、そのリゲティのです、ねまあ、弟子。 でもあるんですね。えー、私このリゲティの弟子であるっていうところが一つのつかみかなと思っているんですけれども、リゲティという人はですね、まあゲーっと音楽を書くわけなんですけれど、<laughs> まあ、ある意味ぎっちり凝縮した厳しい音楽を書く人がリゲティだと思うんですね。もその、えー、そのなんていうかなあの凝縮度、えー、それから妥協のなさ、厳しさ。 においてですねやっぱりリゲティというのはもうベートー勉強の作曲家だと私は思っておりますがそのリゲティがコンポジアムでですね来た時にえ今でも語り草になってるんですけれどもこの竹光徹作曲賞のこの本選よまあの前のですねこの予選の段階でですね実はリゲティはですねえっとですね譜面審査というのが事前にあるんですけれども お45作品から1曲も本選に推薦しないというですね全員ダメっていう結果を出したことがあるんですよリゲティがそれぐらいリゲティって厳しい人なんですけれどもそのそれほど厳しいリゲティがですねいやお前は私の弟子になっていいから来なさいって言った非常に数少ない作曲家それがウンスク・チンなんですね。 ここれはは本当に私は大きなととだと思うんですねで、えー、今回ですね「ウンスクチン」がこれほど特集されるというのはやっぱり日本の音楽界では画期的なことでしてというのはどういうことかというとあのヨーロッパやアメリカでですね高い評価を得ているこれは演奏でも作曲家でも同じだと思うんですけれども必ずしもですね海外で高い評価を得ている人たちが日本で高く評価されているとは限らないそこのところの情報格差 それから価値判断のの格差っていうのもすのすごくあるんですね日本国内でだけ有名みたいな人もいっぱいいるんですね。それから海外だけで有名で日本では無名みたいな人も、ね、いっぱいいるんですね。でやはりあのそれはもちろん日本の国内だけで有名な人が必ずしも劣ってるとは限りませんけれども、ただ世界的にグローバル見たときにですね、これだけ世界的に活躍しているのを日本で知られてないのはさすがにまずいだろうっていう人も,もう結構いるわけですよ。 で作曲家でこのウンスク・チンというのは間違いなくそういう一人に当たるんですね。なぜかと言いますと例えばベルリン・フィルハーモニー管弦楽団がですねアジアツアーを昨年行った時にリハルト・シュトラウスやバルトークやストラビンスキーやラフマニノフといった作曲家たちと並んでですねウンスク・チンの作品をですね サイモン・ンラルルル式ベルリンフィルが演奏してるんですねそれぐらい重要な作曲家なんですウンスク・チンという人は。にもかかわらず日本ではウンスク・チンの知名度はまだまだ全然やっぱりポピュラーとはとても言えない状況にある。でこれからですね、えー、コンポージアム、えー、5月の23日、えー、水曜日、えー、に。えー ままずウンンスクチン自作を語るという講演会がありますそして24日木曜日がウンスク・チンの音楽彼女のです、ねえーまあ、これまでの作品の中でも特に注目される、えー、作品のいくつかクラリネット競争曲やチェロ競争曲などが演奏されるんですけれども。 全曲日本初演ですよでもこれはドイツグラムンからチョン・ミョンフン好きで,です、ね、あの CD が出たりしてるようなそういう曲もですねあるんですけどもそういうのは国内版で出てなかったりとかですね日本にあまり紹介されてない素晴らしい作曲家このウン・スク・チンを知る、まあ、本当に、えー、大変なチャンスなんですけれどもそして5月27日日曜日は2018年度の「滝光徹」作曲賞本選演奏会が、まあ、全て東京,、えーね、東京プラスティコンサートホールで行われるんですけれども。 1961年生まれ、韓国出身、そしてドイツのハンブルクに留学し、20世紀を代表する作曲家の一人、リゲティに支持した、そしてベルリンを拠点として活発な作曲活動を行っているウン・スク・チン、彼女のですね特集がコンポージアム2018、東京オペラシティで,です、ね、行われます。5月の23日 講演会「ウンスク・チン」自作を語るそして24日木曜日が「ウンスク・チン」の音楽ということで彼女の作曲した「マネーキン」という曲それからクラリネット競争曲チェロ競争曲全,て全曲日本初編イラン・ボルコフの指揮、まあ、このボルコフという人はウンスク・チンの作品にも非常に実績のある人ですけれどもそしてジェローム・コントのクラリネットイサン・エンダースのチェロ読売日本交響楽団 がオーケストラ担当いたしますそしてこれでも全席して一般3000円ですよ税込みで安いですね、えー、そして5月27日日曜日は15時から東京ベレシティコンサートホールで、えー 2018年度のウンスク・チンが審査員をする竹光徹作曲賞の本選演奏会、これは杉山陽一式東京フィルハモニー公共楽団でですねイギリス、ドイツ、中国、ブラジル、アメリカの若い作曲家たちファイナリストの人たちのですね40カ国143作品の応募作の中からですねウンスク・チンによる譜面審査の結果、選ばれた4作品が演奏され今日、賞が決定されるというものですね。 これはは全席自自由でで1000円、あのー、ウンスクチンが自作を語るに関しては無料ですよで、まあ、これだけ安くしてるというのもある意味ね未知の作曲家日本人にとってはという意味ではまあ当然かもしれませんけれども、あのー、先ほども申し上げましたようにですねクラシック音楽っていうのはもし過去の名曲しかやらないとしたらですねそれはまあ非常に極端な言い方してしまうとやっぱり死んだジャンルだと思います。 そうではなくて、もしこれからもクラシック音楽は生き続ける、未来に向かって生き続けるジャンルであ,りあるためにはですね、今生きている作曲家というものが大切にされなければいけないと思います。なぜなら、それは簡単なことです。例えばファッションの世界で、あるいは文学の世界で、あるいは映画の世界で、考えてみれば明らかなことです。新作が発表されなかったら、そのジャンルは終わりじゃないですか。 ということはクラシック音楽の世界でもですね当然のことながら今を生きている作曲家がですね新しい作品を発表してそしてそのことに対してですね何かアクティブな動きを起こらなければそれはもうクラシックは終わりだっていうことですそういった意味でたとえ商売にならないとしてもですね、えー、コンポジアムという,う作曲家にフォーカスしたあこのですね 非常に、えー、手の込んだです、ね、未来へのです、ね、布石ということを東京オペラシティがやってきているということは私は本当にどんなに高く評価してもしきれないぐらい重要なことだと思ってます。そして私たちクラシック音楽ファンにとって大切なことっていうのは作曲家からですね全く新しい世界の見方というものを教わるということだと思います。 えー、作曲家というのは一番最初にですね最も敏感なアンテナで何かをキャッチしてそれを音にする「無」から「有」を作り出すって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれどやっぱり何かこう空気の中にあるものをキャッチしてですね新しい曲を作る人たちじゃないですかそういう人たちのですね音楽っていうものに対して関心を持つっていうのは私はとても健全な好奇心だと思うんですね例えば全然無名の作家がですね 何とか文学賞何とか大賞を受賞しましたって言ったらみんなそれを争って読むじゃないですかそれと同じようなことが私はクラシック音楽の世界でやっぱ起こることが健全だと思うんですねそういった意味で、えー、まあベルリン・フィルがですね新作を移植をするほどの作曲家「ウンスク・ジン」 がですね、まあ、この5月の下旬に、えー、東京プラシティでとっても注目されるというのは彼女自身が来てですね、えー、というのは私はとてもやっぱり面白いなと思います例えば24日の「ウんスクチーの音楽の中ではですね「マネーキン」という曲があるんですけどこれはエーティア・ホフマンあの詩人のホフマンのですね幻想小説「砂男」に基づく四楽章の還元楽曲なんですけれどもこの「砂男」という小説をもとにした有名なバレエが「コッペリア」 だったと思うんですけど違ったかな確かそうだと思うんだけど、この,ホフ,マンのゲホフマンの原作による還元楽曲というだけでも面白いですよね。それからウンスク・ウチン自身は、今回は演奏されませんけれども、最も彼女がですね脚光を浴びたのは2007年に、バイエルン州立歌劇場で初演されたオペラ、「不思議の国のアリス」、そういったものを彼女は書いてるんですね。そういった意味でとても興味深い人だと思います、え。ー 実はこのウン・スク・チンという人ちょっと話長くなっちゃってますけれどえお父さんはあの教会の牧師だったんですってえ韓国という国はすごくかあのキリスト教のね影響力の強い,い,い国なんですよねえそしてえお父さん牧師だったお父さんが購入したピアノに触れて2歳ぐらいの時にそして 第二次世界大戦があって、えー、朝鮮戦争があってっていうことがあってですね、まあ、韓国の社会はとっても世界でも最貧国の一つだった、えー、そういった時代があったわけですね。 えー、その貧しかった韓国、まあ、彼女は1960年代生まれですけれど、精神的な渇き、物質的な渇きを癒すようにです、ね、むさぼるようにクラシック音楽を聴いたと、これはあの韓国のクラシック音楽の人たちは、多かれ少なかれそういうところがあるんじゃないかと私は想像しているんですけれど、やっぱり渇望感において、まあ、あの国の音楽家たちっていうのはすごいなと私は思いますね、えー、そういった意味で、ウン・スク・チンの作品、えー、注目したいなと思います。 えー、ブラボーの方にもですねウン・スク・チンについての,おあの記事が出ておりますのでぜ,ぜひそれもチェックしつつですね、えー、5月の下旬23、24、27と、えー、もう本当にあのハードルの低い料金になっておりますので、えー、今、ヨーロッパで最も注目されている韓国出身の作曲家ウン・スク・チンのお特集コンポージアム2018ぜひご注目いただきたいと思います。レディオブラボでした